こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。いやー、プロ野球ですけど、阪神今日勝ちましたね。巨人とやってね、今季2勝目。いやー、でも本当によくぞ今日勝ったって感じですね。ね、18試合やってね、とにかく2回しか勝ってないからね。それから15回負けて1回引き分けということで、当然、セ・リーグの6チームの中で、一番最後6位ですね。まあ、阪神はね、まあ私も YouTube で一度話したことありますけどね、ソニー時代にね、まあ当時その掛布はすごかったからね、もう大スターだからね、3番でね、もう本当にもう超一流の選手でしたのでね。それでどういうわけかな、私はその掛布に歌を歌わせたいって言うんでね、それで当時漫画家の原平さんっていらっしゃって、クイズダービーっていうすごい番組があってね、そこの回答者で、まあ本当によく当たる回答者でね、回答率、正解率っていうんですかね、それが75%くらいっていう、すごかったんですよ。で、原田さんに詩を書いてもらって、これ曲はね、ビンゴを作った長門大光ですね。まあ彼はね、もう本当にすごいよね。いろんな人、三原じゅん子さんとかビーズとかね、それからザードとかね、倉木麻衣とかね、もう数々のね、やっぱりアーティストを育てた、まあ本当にすごい音楽プロデューサーだけど、それとあとそのなんとのこのビジネスマンなんだよね。まあ企業その経営者っていうんですかね、本当に商売がすごく上手でね。まあね、滋賀県の大津市の出身なんですけども、でその掛布はね、阪神タイガースは大阪だから、大阪でスタジオを借りてね、録音したんですけど、当時東京からね、あと私と長門大光と新幹線に乗って、これ前一度話したね、この話ね。当時ね、食堂車ってあったんだよね。それで食堂車に乗って、まあより今よりもね、結構大阪まで時間かかってたからね、4時間ぐらいかかってたのかな。それでずっと食堂車でね、長門大光とずっと、もう彼はもう本当にまあアイディアマンでよくね、話はするしね、すごいなと思っていたんですけれども、で、まあ、彼が作曲で、原田さんが、作詞で、掛布と31匹の虫っていう 歌を作ってですね、これ YouTube でね、掛布と30匹の虫っていうふうにやると聞けますよ。まあでもね、そんなには話題にならなかったけど、でも程よくやっぱり掛布の人気でね、それからね、原田さんが詩を書いたということで、それから長門大根が曲を作ったということでね、程よく売りましたですね、これは。まあそんなことがあって、これね、掛布にね、これ歌を歌ってもらうのにね、阪神タイガースっていうのはやっぱり、まあ今もそうなんだろうね。ほんと独特でね。やっぱりもう普通のね、話じゃもうなかなか入れないんですよ。その球団に。球団のそう、この話が通せないっていうんですかね。それで誰に話したらね、これなんかうまく 球団と話、ね、掛布に歌をね、歌ってもらうのに話ができるかなと思って。当時いろんな人にね、こう聞いて、そしたらね、野本さんって方がね、非常に阪神に強いっていうことになってね、ほんでその野本さんをね、探し当てて、それで私大阪でね、野本さんと2人で、昼間だな、昼間しても午後の3時くらいですかね、ホテルであってね、
ホテルのバーでね、2人で、ビール飲みながらね、なんとかね、掛布に歌を歌ってほしいんだけど、能さん、ちょっと橋渡してくんないですかってことでね、で、それがきっかけでね、実現したんですけれども、まあ、今期のね、この、タイガースのね、どうにもこうにもね、毎日毎日負け、毎日負けっていうこの状況を見てね、まあ、そんないきさつがあったもんだから、やっぱり、なんだかんだ言っても気になってたりしてですね、またね、大阪でずっと私セールスマンやったりしてたもんですから、まあ今日はなんか、巨人に勝って今季2勝目ということで、ああそういえばいろいろと阪神とは関わりがあったなということで、今日はそんな話をいたしました。ありがとうございます。